皆さんこんにちは、神谷総平です。医師改革大学のページをご覧になっていただきありがとうございます。医師改革大学の講義は2020年2月に終了しましたけれども、先生方の講義の DVD をですねいくつか販売をしております。同じようなテーマで被ることのないように厳選した講義を選んで皆さんにご購入いただけるように購入ページを作っておりますので、そちらの方からぜひ購入していただきまして勉強していただければと思います。著名な先生方はいろんなところでお話をされていますが、一人の先生からまとめて10時間、12時間と学べることはなかなかないと思います。日本の政治の裏側、メディアの情報、そして教育の問題、様々な課題で、本当は一体どうなってるんだという皆さんが知りたいところを限定でお話しいただいた講義が多数ありますので、ぜひそちらの方で学んでいただきまして、皆さんの意識改革を起こしていただきたいと思います。DVD の販売ページについてはリンクの方を貼っておきますので、こちらの方からご覧ください。CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷総平です。本日もじっくり学ぼう日本の軍事をお送りしていきたいと思います。講師は福山先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。米中経済戦争の今日は2本目ということになるんですけど、前回はですね、石原莞爾さんが、米中戦争をですね、予言するようなことも書いていらっしゃったし、その米中戦争が起きる必然性としては、共にですね、マハンの戦略というものを取ってきた結果であろうという福山先生の分析でしたけれども、じゃあ今回からですね、アメリカはどういうふうにですね、この米中経済戦争を戦っているのかということに焦点を当ててお話聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずそのアメリカの経済、戦争遂行体制というのはどうなっているかというと、トランプというアメリカは本当にあれですね、大統領がもう世界であっちこっち戦争してますけど、これはもう軍の最高司令官ですね、安倍さんもそうなんですけど、それから従来の戦争というのはアメリカは4軍体制といいまして、陸軍、海軍、空軍に海兵隊4つを世界に展開して、それを全部組み合わせて海の向こうから押し寄せていって戦争して日本にも押しかけてきたんですけど、今度の経済戦争というのはそれに加えてですね、その経済官僚、通商官僚、こういう人、さらにはもちろんどの戦争にもその CIA というのが入ってるんですけど、特に、香港あたりにおいてはもうアメリカのその情報機関が入り乱れてると思うんです、そういうものを一つの方針方向性を持たせて何のその歪みもなくやるっていうのは、これは大変難しいことだっていうのをご理解で、自衛隊で陸海空をその、共同でその演習することさえも、それぞれの文化が違って、士官学校も膨大は一つですけど、アメリカなんかの場合は陸海空と分かれてやってる中ではもう皆さんにはなかなか理解しづらいほど大変だと、超統合戦なわけですね、書かれてる通り。超統合戦ですね、はい。でそのトップに立つトランプっていうのはどんな人物かっていうのはマキャベリ流っていうことをすでに申し上げてるんですけど、もう一つはその時代精神という言葉が私非常にふさわしいんじゃないかと思うんですけど、ヘーゲルという哲学者がナポレオンの時代に、ナポレオンというのは馬に乗った白馬になったよく絵が出てくるんです、馬に乗った時代精神、どういうことかというと時代の流れを体現して、その自分が有利になる戦える、そういうものを直感的にやる政治家だというふうに語ったんですけ ど、トランプ自身も今変わり者のように見えますけれども、実はそのツイッターを駆使する時代精神で構成振り返ってみると、すげえやつだったな、ナポレオン級だったなと言われる可能性だってないとは言えないということなんですね。なるほど、それでアメリカの戦争目的目標というのは、何度も中国の場合も言いましたけど、中国の経済、軍事、科学技術、こういうものの台頭を抑え込んで、中国のアメリカのその世界覇権、すなわちパクスアメリカーナというものに挑戦することをくじくと、でアメリカが引き続きこの世界の覇者覇権を維持をするということが戦争目的だと思います。でそのやり口というか取ってる策というのは、私はいろんなアメリカの戦略論者が言ってると思いますけども、私の目から見ればイギリスのリデルハートっていう人が言った、インディレクトアプローチ、
間接アプローチ戦略というのが基本にあると思ってます、うん、はい、これは説明すればもうルールあるんですけど、うん、相手の弱いところをつくと、はい、一言で言うと、はい、そういうことですね。で、あの陣立てとしては何度も説明したように中国を取り囲むような形でやってる、はい、で手段としてはこういうふうにアメリカの陣立てとしては大西洋太平洋の向こうから展開をして、はい、うん、中国を取り込むように朝鮮半島台湾香港中東アジアヨーロッパも全部で中国をこう締め付けるような形で対抗し、うん、中国はそれに対抗するような形で一つ一つを突破しようとする、うん、だけど全正面において何らかのアクションが同時に起こしてる、うんうん、目に見えないけれどももうバチバチやってんですよ。そう考えるとこう北朝鮮とある程度で手打ちをしたりですね、アフガンの方でね、あのシリアも含めてですよ、中東から手を引いたっていうのもなんか分かるような気がしますよね。もうそうです、あの単なる正面からあの陣立ての基本はですね、はい、戦闘力を重点に集中する、はい、だから今重点でないところはなるべく妥協して引き下がると、はい、こういう作戦ですね。はいはいはい、でアメリカはここにあるように、まあ、せっかくの機会だから簡単に言いますけれども、その経済戦争というと経済だけに目が奪われます、そんなことない、はい、いっぱいやってると。ここにありますように、うん、10項目、9項目、すなわち貿易戦争、関税引き上げ、引き下げ、それから金融戦争、これも国際緊急経済権限法というものあたりで、例えば中国のアメリカ国債を何十兆と思ってますけど、はい、それをチャラにするようなものまであるんですよ、はい、というか、知財窃盗をやると。共産党の女性に関わろうと、金銭に関わろうと、どこから海外にお金を預けようと、はい、今日本でいろんなスキャンダル出ますが、小泉進三も進次郎も出ましたけど、はい、要するにありとあらゆるものは CIA がコレクトしていると、はい、でいざとなったらこれを暴露すれば中国で立ち上がらなくなる、はい、こういうものをやってると。宗教戦争、これはあの香港について説明した通りです、うん、外交戦、北朝鮮を抱き込む、でだからミサイルを何発撃ってもしれっとして笑ってると、はい、これは北朝鮮も魚心の水心で中国の首輝きの中にいるのは嫌だっていうことで、それを釣り込もうとしてる。それから、軍事圧力としては自由航行作戦というのがあって、はい、これは軍艦と飛行機を中国が嫌がるところを飛ばすと、うん、これは当たり前ですよということですね。それからロシアとの間に INF という中距離核戦力条約というのを破棄をして、はい、で中国は今まで INF を盛んに開発して山ほど配備してる、うん、アメリカはそれをロシア、ソ連のためにやめたんだけど、こっちをやめて今度は中国正面にワンサがこれを持ってくる戦術に変えようとしてる、はい、だからまあそのため、ね、戦争を何か衝突した時はそれを抑え込むその回避策、回避エスカレート防止策っていうのをやってるのは当然の話です、はい、うん、で今回その軍拡をやってるっていうのは 明瞭で、自衛隊の予算が5兆数千億が出ましたけど、アメリカは日本の国家予算に匹敵する80兆円をつけてます、はい、こういうものが、だからアメリカは、米中経済戦争と銘打ってるけれども、これほどの多様多岐なものを粛々とやってる、はい、このことはぜひご理解いただきたいと思います、うん、はい、まあ、この番組出ていた北野義則先生なんか、これは経済戦争じゃないと覇権戦争なんだと、もう明確に本のタイトルにつけてらっしゃいましたね、うんうん、はい、まあ、まさにそういう様相だと思います、うんうん、それでそれをやりすぎると選挙に負ける、うん、はい、それから同盟国が経済難に苦しむということで、はいはい、今回はとりあえず手打ちで第一段階の合意をして農産物をたくさん買え、はい、買わせる代わりにその第4弾の経済関税アップを一時やめたと、はい、いうことですね、はい、うん、これ選挙の対策のためということですね、選挙の対策のためですね、うん、はい、いや、まあこういう形でなんかもう貿易戦争っていうとね、なんか関税のことだけかというふうに思いがちですし、まあ、逆に戦争っていうともう弾の打ち合いだけかみたいなことですけども、うん、そうですね、うん、まあ、中国の超限戦というところで学びましたけども、それは中国だけじゃなくて、うん、まあ、アメリカも、まあ、もっと言えばイギリスだろうかフランスだろうか、うん、世界中がもうそういった形での戦いであって、うん、もう日本人がイメージしているような戦争イコールなんか自衛隊とか銃持って戦うんでしょうみたいな、そういうことじゃなくて、僕らの日々の生活の中に、経済活動の中にもうそういった戦いっていうのが入ってきてしまっているという、うん、そういう認識が日本人にないとダメですよね。だからあの貿易関連でブラックホワイトという韓国と今揉めてますけど、はい、あれも実はアメリカの戦略に乗ってるんじゃ、乗っ取ってるんじゃないかと思います。すなわち、はい、一つは韓国に
要するに日本バラでアメリカバラになった時は終局的にはブラックもホワイトもないくらいに、はい、お前のところに対する経済というのはもう全部止めてしまうよというブラフが一つは引くということ、うんうんうん、それからあの IC チップとかなんてことは全部中国に流れるわけですから、はい、北朝鮮にも流れるわけですから、それは中国を利する、 5G を利する、そういう意味において、うん、韓国のサムソンというのをのさばらせすぎると、はい、とんでもないということが、うん、まあ経済産業省か外務省か何か言われたからやってるのかどうか知らんけれども、はいはい、あうんの呼吸かもわからんけれども、うん、そういうものを全部一つの流れの 中になってると、出なければアメリカやめろというふうに決まってます。そうですよね、はい、G ソミやめそうですよ、うん、だから全部今そのアメリカがやろうとしていること、中国がやろうとしていることの大きなその流れの中には全部米中の覇権争い、米中の経済戦争と銘打たれたものがその全部それから出てきた枝葉だということがあるんじゃないかと思ってます、はいうんはいはい、もうそれは我々の生活にねもう直接関係してきてますよということを皆さん理解していただければ、うんまあ、今回としては OK なのかなというふうに思ってますの で、ね、次回はじゃあ反対側にじゃあ中国はどうなんだという形で見ていきたいと思いますの で、うんですね、次回も中国のところを見ていきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。